なんかそのテーブルでね、卓球とかもできるようになって。卓球、毎日のように先生を思い出さない日はなかったぐらい。私今日まで忘れてた。ここさ、すっごいなんか雪崩みたいになってるような洋服の部屋だったのに、引っ越す前に寝なったぐらいなんか物が整理されてるんですけど。週末ビフォーアフターは前回リビングダイニングを大改造したお宅の続編でございます。リビングダイニング以外のお部屋は全く手つかずの状態で、まだまだ問題は山積みだったこの家に2度目の訪問に行ってまいりました。家族の心境の変化はあったのでしょうか。続きをご覧ください。どうもこんにちは。こんにちは。おこんにちは。お元気ですか。はい、2度目の登場ということで、あらなんか素敵なお家じゃないですか。あのほらこの間私帰った時も夜だったんで、はい、なんか夜のあの家の雰囲気は覚えてますけど、このなんか朝日に照らされたこのお部屋がまるで昔からこうだったかのように美しくなっていいじゃないですか。あらなんかこんな植物ありましたっけ。ありました。あったんですね。もうこういうものも目立たないぐらい物がいっぱいありましたもんね、この家ね。はい、はい、あらあらあら、子供のこの学習机もなんか稼働してる感じじゃないですか。稼働してますよね。本当なんかほら今までゲームしかなかったのに、いきなりなんかこれ私が来るからわざわざ置いたんじゃない。違う違う違う、勉強してんの。どう、僕ここで勉強するようになったの。なんか、ま、前回来た時はママが、うちの子は家で勉強しなくて困ってるみたいなこと言ってたけども、このスペースになってからはどう。昨日の夜ちょっとやった。昨日の夜ちょっとやった。毎日やろうね。毎日やってるの。なるほどね。すごいいいじゃないですか。なんかすごいできるこの机になって。で弟くんはどうなの、勉強するようになったの。学校の宿題。学校の宿題やるようになったの。自分の机の上で。たまにそこでやるけど。たまにここでやるの。いいのよ、どこでやっても。いいのよ。私は基本的に勉強はどこでやっててもいいんだけど、この家のお母さんはね、なんかしないけど、もううちの子はゲームしかやらないって嘆いてたんで、ね、そういう学習習慣がついただけでもいいと思います。じゃあもう何の問題もないじゃないですか。もうリビングはもう本当にバッチリ過ごしやすいリビングに。本当なって、はい、なんか変化あったの。変化はね、先生がやってもらって、はい、その後1週間ぐらいみんな物どこだ物どこだ。知らないわそんなの。あなたが上にあげなさいって言ったものでしょ大体。そう、それででもまあ慣れてきて、あと、まあ、物を出して戻すっていう習慣が少しずつもうみんな着実と、はい、まあ、一番守ってないのはねパパですけどね、うん、パパパパもすぐ何でも出しっぱなしで、うん、なんて言ったらパパの部屋をやってなくて後で怒られちゃうって話ね。俺の部屋はやってないのかよ。ほんなら時間がねえわって話ですね。すごいだから楽しみにしてます、はい、あ、楽しみにしてるね、パパのね。そう、子供部屋も子供部屋、あ、子供部屋。ちょっと待って、情報が多すぎるわ。はい、一回まとめましょうね。前回ごめんなさいね、ご主人、ご主人の部屋を全くやらずに帰っちゃってね、俺の部屋やってないんだってすっごいもう本当に文句言われちゃうんですけどね。、はい、でもお父さん、そのリビング片付いてなんか家族の変化とか俺の変化みたいなのありました。いや、時間を過ごしやすくなりました。あ、本当です。はい、うん、ここにいる時間が増えたとか。そうですね、うん、なんかそのテーブルでね、卓球とかもできるようになって。卓球、うん、そこで卓球してます。ここで卓球してんの。すごいね、やっぱりなんかこうスポーツマンの家族だけあって。もうなんかスペースができると勉強より動いて体動かしちゃう。もちろんカルタとかもするんですけど。カルタとかもするけどね。どの時代の家族だよ。カルタをやったり卓球をやったりね、家時間が非常に充実したってことで、そう広さがね、うん、確保できると。なるほど、今まで秘密基地みたいなばっかりありましたもんね。そうそうそう、カードどこ行ったなんてなってたけど、もう今カードなくなってもすぐ見つかる。あ、なるほどね、こうなってれば ね、うん、ね、でも今までいっぱいここに出てたものがなくなったから、うん、あれどこだったっていうのはあったけれども、うん、慣れると、うん、もう
無駄なものを探すことなく、さって探せるので。じゃあ、この状態をキープするのはそんな難しくなくなった。どう？綺麗な状態。皆さんどうですか？毎日コツコツ積み上げて。もうすごいね。いやでもなんか全然初めて来た時の景色とは全く違う、うんうん、ホテルみたいって言ってたよね。本当にいい感じ。ご飯もなんかすっきりしてるから、テーブルがすごいなんか本当レストラン食べてるみたいってね、ずっと言ってて。本当に同じものなんですけど、なんかもうすごいここ並んでましたよね、いろいろね。前です、そう並んでました。あのそれなくなってお父さんが怒ってましたよね。なくなったっつって。それ大丈夫ですか、お父さん。あとね、先生、そう、声がすごく響く。そうね、なんか私もなんか自分の声がうるさいわ。そうそうそう。あとなんか乾燥するんだよね。物がなくなったから、なんかそうなの、わかんないけど、なんか加湿器出したりとかして。マジで、もうなんかいろんな変化、なんか変わる変化がすごいあって。すごいね。面白い。でもまあいろんな変化がありつつも、いい変化の方が大きいから。はいはい、そうですそうです。なんか欲が出た。出るね、はい、もっとやりたい、もっともっと全部の部屋を生かしたい、うん、いろんな部屋をこうね、そうよね、しっかりと。私なんなら2階の部屋を殺してから帰りましたからね。ってことですよね。じゃあ今日はどうしたらいいですか。あの、家族の希望はありますか。希望はパパの部屋と、パパね、パパのね。だからあそこなんかなんならちょっとゴミ置き場みたいな感じで、あそこでも収納が一番できるから。まあそうね、あそこをもっと活用できたら、もっと家の中がスッキリするかなって。まあパパ専用のスペースは作れたとしても、やっぱあの収納はちょっと家族のためにね、ちょっとこう共有していただいて改造できたら、なんかね、すごくあのリビング、あの玄関からすごい近い場所の部屋なので、あそこの収納をね直せたらいいかなと思う。はい、じゃあパパのまず部屋じゃない？はい、第2弾はね。うん、あと何かあります？希望は。子供部屋お願いします。え？子供部屋ってあるじゃないですか、ここに。立派なあなたの子供部屋が。じゃなくて。な、何？なんか。大きくなる。どうしました？大きくなる。大きい何？子供部屋。え、ってことはあの上に上げた部屋ですよね。うん、あそこを子供部屋にしたいと、今回。もうパパの部屋だけやったら終わりません。自分の部屋が欲しくなっちゃった。うん、うん、え、じゃあ何、自分の部屋を作って、自分の部屋で何したいとかあるの？寝る前に読書したい。ちょっと待ってね、子供部屋作るって言っても何？2つ子供部屋作るってこと？いや、1つでいいです。1つの部屋を子供部屋にして2人で使うの？うん、あ、ちょっと待ってくださいね。私前情報だとあなたたち兄弟あんまり仲良くないって聞いてたんですけど、うん、いやでもあのね、そこはどうなんですか。平日とか、うん、平日とかあんま会う時間とかないので、うん、別に仲良くできますか。うん、仲良くできない子供を同じ部屋にしたらもっと仲良くなれなくなるような気がするから、仲良くするって約束してくれるんだったら頑張ってもいいかな。仲良くします。仲良くする、約束できる？うん。じゃあしょうがないから上行くか。ありがとうございます。はい、ということで、子供部屋にしたいと言っているお部屋に行きたいと思います。はい。はい、ここかな？はい、そうです。うん、おう。あ、なんか。あら？私帰った時もっとすごいここに物いっぱいあったような気がしたんだけど。それをうまたういるかいらないものを分けていって、え、何、ママと俺でやったの？いや、パパと。あ、みんなやったの？はい。すごいじゃん、やる気満々。いや、この時はなんてやんないねってなって、もう十何年の食べたものをいろいろ家族やったんだ。分別しました。やればできるじゃないですか。ね、やんなきゃ。じゃあ私もう必要ないんじゃない？でもやったらいいものの、うん、このどこにそれを整理整頓していいかっていう知恵がないもので。そういうことね。やっぱもうなんか前の情報によると、この間全く私の YouTube 見てなかった割にはその後見たっていう。すごい見た。見た？すごい見ました。おお。そしてなんとなくさ、例えばほら、一つの部屋地獄にしてね、僕の部屋ね作ってほしいみたいな感じで、ママ頑張って整理して、そこから僕の部屋にしてっていう回とかもあったじゃない？はいはい。そういうのとかを見たらなんとなく
背中押された感じした。したし、すごいなんか理想ができたみたいで、まずは2人の部屋にするのは決定なのね。そうそう、勉強はどこでやるの？下でやるの？上でやるの？上。あ、本当に？あなた一人の部屋になってちゃんとやりますか？おお、すごいじゃん。え、ちょっと待って、じゃあ、お兄ちゃんはこの部屋で勉強をしたい。あと何したい？読書。読書、はい、あ、いいじゃん。じゃあ下の僕はこの部屋で何したい？勉強、学習机はどうする？いや、下で。下でいいのね。じゃあお兄ちゃんだけ机を上げて、じゃあちょっとお兄ちゃんの部屋にの、なんていうの、配分と定石的にはお兄ちゃんの部屋がメインになるのかな、もしかしてね。でも弟くんにもこの部屋を使わせてあげるんだ、はい、優しいね。下でも上でもいいです。あ、本当に、うん、あ、そう。たまに、うん、お兄ちゃんとゲームするから、うん、どこかにいるか分かんないから、うんうん、チラ見してとか。チラ見するの？チラ見ね、うん。え、ママ的にはあの学習机は2個とも上に上がってもいいと思ってるの？いや、1個でいいと思う。いいと思う？今のね、うん、まだだって下の子で、お兄ちゃん何年生だっけ？5年生で、下の子は2年生ね。ちょっと2年生はね、うん、まだ早いかもしれないね。じゃあとりあえず今の段階でお兄ちゃんの机を上に上げるっていう風にして。前回私、そうだ、思い出した、ママがとっても気にしてたのは、受験が控えてるからお兄ちゃんに学習習慣をつけさせたいってところだったわけ。じゃあ僕の部屋を作るのは OK、 今日了解しました。ただ私一つこの家で気になることがあります。それはなぜかって言ったら、今私がこういう上に上がってくるとき、バタ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 、お父さんここで洗濯ごこしてましたよね。ここで、この洗濯物を取り込む場所は子供部屋でいいかどうかの話です。なので、なんかもう一つ部屋ありましたよね、はい、ちょっとそこ行きましょうか。はい、はい、私が気になってた、あら、ここさ、すっごいなんか雪崩みたいになってるような洋服の部屋だったのに、なんかずいぶんなんかこう引っ越す前に寝なったぐらい、なんか物が整理されてるんですけど、これお母さんどうしたの？もうそこも、おいるものいらないもの分別して、おそして入るところに必要なものを一応は入れて、なんかこれから旅に出ますみたいな感じでなんか整理されて、え、これは捨てるやつじゃないでしょ？いや、捨てたりあげたりするものを、え、これはそうなの？じゃあこっからまだちょっと減るんだ、この中から。あ、もちろん減ります。どうした？いや、だから前回先生来てもらって、もう動くか動かないかっていうのを、もう毎日のように先生を思い出さない日はなかったぐらいの。私今日まで忘れてた。もう動くか動かないか、もう家族にもみんなに言って、パパは特に捨てられない人だから、それ着る？着ないよね。もう着ない着ないっつって。そんなこと私言わない人なんですけど、やめてよ。いや、動くか動かないかっていうのをもう、もう念頭に置いて。これなんかその高かったなと思うものも、はリサイクルショップとか売ったりとかしたりして、したんだ、しました。パパなんかずいぶんなんかママの餌食になっちゃったみたいな。リサイクルショップ持って、パパのも、はい、え、何、パパって捨てられない人だったんでしょ、もともと。まだ全然捨てられないですけどね。だから私が捨てたもの拾ってきたりする。おばあさんか。本当にまだ使えるのにとか、うん、そりゃそうですよ、使いましょう。いや、でも使わないんですよ。確かに使えるもんだけど、使ってないから。リサイクルショップとかに行ったりはしたけど、でもね、総合してね、結婚して十何年本当に荷物整理してなかったから、どんな感じでしたね。そう、だからね、すごいいい機会になったよねっていう。だってあの和室ね、パパの部屋ですね。和室はまだある。なんて和室はまだいらないのある。あるのね。じゃあ今日ちょっとやろうかなみたいな。分かってんだってやれんの。おわ。すごいわね、あの奥さん可愛い顔して言うこと言うのね。
でもあの平和にやりましょうね。一応あのこの番組結構小学生も見てるのが多いのでもうあの清く正しく美しくということでね、まあ、だからそういう意味で言うとですね、まああそこを子供部屋にするのかで、何ここの方が若干広い。そうですね、こっちの方が広いですね。こあの子供部屋よりこの衣装部屋の方が、で、なんか私この間も思ったけど、ずいぶん広いところに洋服の場所を作ってしまって、この広さいるのかなってぐらい思ったんですよ。でなった時にどっちにする、だから洗濯物を取り込んでしまう場所が子供部屋よりは、洋服の場所の方が子供部屋よりはいいって思うわけ。でも今ここ見てかなり物を整理されてるから、洋服の部屋っているのっていう発想の転換もあるわけ。あの発想がなかったからただ洋服の部屋になっちゃっただけで、何の意図もなくここただ洋服置いてるから、そういう性質よね。そうなんですね、何の意図もなかったわよね。なんでなんでアイデアをいただけると、うん、ああそうなんだっていうのを、まあ、もうリビングですごい感じたので楽しみにしてます。もう言ってよ、私最近自分で考えるのめんどくさいからさ、もう言われた通りにやりたいわ。だからもうないから、本当に無理持てない。いやでも本当にね、取り込んだ場所がし、洋服の部屋ってめちゃめちゃ便利だと。でもそれをそう、うん、あ本当そうだなって。だけどだけど、うん、洋服だけの部屋にしちゃっていいのかどうかっていうところもあるのよ。ただしごめんなさいね、ママはあんまり几帳面じゃないので、うん、全然ね、うん、でなんかもういつもバタバタしてるからだからあそこが洋服でちょっと散らかってもいいっていう第一段階をやって、こっちに子供部屋を作った方が、である程度物がもうちょっと整理できてから、なんだろう、ほら子供部屋だってさ本当は2つあった方がいいんじゃないとか、将来的にはこことさっき の, その子供部屋をしたいなっていう、うんうん、あの気持ちはあります。でもやっぱりこうまだちょっと下の子が小さかったりとか、うん、これからちょっと受験で忙しくなると家事が回らなくなっちゃうので、うん、おろそかになっちゃうので、一旦洋服部屋をあっちにして、うん、でまあ、取り込んで畳んでしまうみたいなところをそっちにして、ここを子供部屋として大改造すると、結構ここは広くてなんか楽しい子供部屋になるんじゃないかなと思うんだけど、僕たち来て、お兄ちゃん、はい、子供部屋をこっちにするっていう考えはどう思う？こっちの方がいいと思う。本当？ね、こっちの方が明るいし広いし、きっと素敵な子供部屋になると思うので、じゃあ今日はその方向で行きますか。じゃあ今日は子供部屋と洗濯部屋とでパパの部屋、この3つの部屋、わすごい、頑張ってやっていきましょう、はい、お願いします。はい、はい、ということで最初の訪問からリビングダイニングが変わったことで家族みんなの意識も変化し、私が今回訪問するまでの間にかなりのものの整理を進めてくれていました。私もがぜんやる気が湧いてきます。さて次回の週末ビフォーアフターはこの家の2階の者たちの大移動が始まります。どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった。あ、よかったらチャンネル登録お願いします。